初めまして鈴木美穂と申します。今日東京からやってまいりました。で、私は初陽性の乳がんサバイバーです。で、えっ、ー、と私は本業でテレビ局の記者をしているんですけれども、乳がんと告知されたのは入社えっ、ー、と3年目の時のことでした。で、まあ当時ちょっと会社の先輩に。 あの記録としてちゃんと残しておいたほうがいいと言われてその先輩があのちょっと撮ってくれていた VTR があるのであのそれをちょっと少しだけご紹介させていただきながらお話を始めたいと思いますこれは、えっと、5年前24歳の時,の時の映像です右の胸にしこりを見つけて行った病院で乳がんを宣告されてこれはその詳しい病理乳がんの顔つきを調べるところです 私はそれまで健康体力が一番の取り柄で大きな病気もしたことがなく病院にもほとんど行ったことがなかったので,でそんな中で初めてなった病気が乳がんでしたこんな検査とかも本当にしたことなくてもうこの時から死にそうな思いで受けていましたで私の右の胸にはこのように合わせて5センチの乳がんが見つかりましたそしてこれはその結果の日です それまで仕事もプライベートも楽しく充実した毎日を過ごしていたところをもう急に崖に突き落とされたような感覚でこれは母親なんですけれども,もう家族みんなで目の前が真っ暗になりました当時、その時の私と同じ24歳で乳がんで亡くなってしまう方の「嫁1ヶ月の花嫁」というドキュメンタリーがやっていたりしてで同じ年だしもう自分と重ね合わせて。 もうそれやっぱりそあ,もうあと私も数か月なのかなと思って絶望的なもうこの時のことを思い出す今でも泣きそうになるんですけどそういう気持ちを味わったのを覚えています、まあ、乳がん、まあ、がんを告知された方はみんな通る道だと思うんですけれども私も5年前こういった時期がありましたで、まあ、当たり前にすると思ってた結婚も出産もまだしていないしやりたいと思ってた仕事だって やってないしまだまだこれからやりたいことがたくさんあるのにどうして私だけがならなきゃいけないんだろうという思いとまあこれ以上の親不幸はないなという思いでもう悲しくて仕方がありませんでしたでも、いつまでも泣いているわけにもいかずまあそれまでは乳がんに先ほど先生がご説明されたように ER とか h ーツ2とかそういうタイプがあることすら知らず乳がんとなったらもう がんになったらもう死んじゃうんじゃないかとそういうイメージしかない中でこの宣告を受けているわけですけれどもまあこの時に初めてまあその記者魂もあって先生に納得がいくまで自分の病気のことを説明してもらってでそこでえと私のタイプが分かりましたでそれがえとホルモンもハーツ2も陽性の乳がんということでしたでまあちょっと映像はここまでなんですけれどもはい でそれから5年たった今先ほど一緒に泣いていた母親とあのこの夏はトルコに,母親に私が母親の分まで出して <laughs> 一緒に行ってきて一緒に笑っている今があります。 はいで、まあ、いつか先ほどの映像も撮ってもらっている時も,もう先輩に私は死んじゃうんじゃないかって本当にあの暗くなっていてそこの後う、まあ、つ状態になってあの本当につらかった時期もあったんですけれどもいつかこれを生かしてその後に同じ病気になる患者さんのために役に立てる時が君には絶対来るからというふうに言われてでそれをずっと思って闘病してきていたので今5年経った今こういう場に立たせていただいてこういう同じ経験をして している同じ辛い思いをしている方々の前でお話しさせていただく機会をいただけて、とてもありがたく思っています。はい、そしてえっ、ー、と仕事ですね。これはえっ、ー、と。私はあの今政治の記者をしていて、これは3日ぐらい前かな。なんですけれども、えっ、ー、とまあ、仕事も私は8ヶ月間休職しました。で、それはまあ、治療だけじゃなくて鬱状態だったこともあってで、それにものすごい。もう。 それまでもう本当に忙しくって家に帰れるのが34時間でまた出るみたいな暮らしをしていたこともあったのでちょっととてもじゃないけど私は通いながらということはできずに8ヶ月休職しましたでその時にまに、あ、私は治療のフルコースもう抗がん剤、ホルモン治療放射線でハーセプチンもやってすべてをやってで髪の毛も抜けていたので,で抜けた状態でかつらをかぶって復帰しました。 でその復帰したときには、えー、と社会部の記者をしていて台風中継とかそ,それこそその後震災とかがあってそういう取材をしていたんですけれども台風中継の時にカツラをかぶってるるていうことをみんな全然気づかないで私が台風中継やってくれるって言われてさすがにそれはできないと思って断ったっていうのがあって実はその後1年半後ぐらいにまた台風が来たときにお願いできるって言われたときにベリーショットの状態でもうかつらを取ってたんですね。でその時にに台風中継をやった時に みんなになんか台風なのにすごいボロボロになりながら楽しそうにしてたねと言われてもう本当かつらがなくてもこう髪の毛がどんなにぐちゃぐちゃになっても化粧がどんなにぐちゃぐちゃになってもありのままでいられるっていうことがすごい幸せに感じたっていう経験がありますで、まあ、そういう経験だけじゃなく、まあ、仕事に戻ってから今は政治記者を去年からやってるんですけれどもがんのドキュメンタリーをやっ作ったりとか、まあ、あの患者さんを取材するような機会も。あの まあ私の希望でやらせていただいているんですけれどもがんになったからこそ伝えられることがあると思って、えーとまあ、そのがんになったっていうことがすごく今の私にとって仕事にとってもプラスになっていると思えるようになってきましたそしてあのまあ発陽性このテーマは発陽性ということなんでその時のことを、えー、と振り返りますと これ先ほどの、あの、希望の力という映画がありましたけれども、そのモデルとなった、先ほどの映画はものすごいハンサムな男性でしたが、あの、実物は、実際の方は、スレーモン先生、この方なんですけれども、えっと、まあ、その元気になって、自分、私を治してくれたと思っている、そのハーツセプチンを作った、開発された方とお会いできるというのは、なんかもう神様に会えたような気分で、握手してもらった時に、もう、 あのハーセプチンで、生きはもは90までも100までも生きてくれよというようなことを言われたんですけれども、私はその言葉を今も胸に、えーまあ、90までも100までももっと生きるつもりでいます。で、HER2、まあ、陽性と当時、5年前に言われたときは、HER2 陽性の患者さんというのは、やっぱり悪性度がすごく強くて、他のハーツ陽陰性の方々よりも、あのまあ、予後が悪い。 中でハーセプチンが開発されてで、まあ、日本でも使えるようになって結構すぐのことだったのでも,うものすごいそのハーセプチンのおかげで劇的に良くなったもうその陰,性の発陰性の方々よりも逆転するような、えー、と薬ができて本当に君は今のタイミングでラッキーだねとその5年前に言われました。 でまあ、当時は、術前に使うことはできなくてなので私はあの右胸を前摘した後に使っているんですけれども今は術前に使えますししかもその上で先ほどの先生のお話にあったようにもうその後、合わせてまあ t d m 1もこの春ということで4つも出ているということでもうすごくあの希望を私は持っていますで、あのー、やっぱその5年経っても今でも再発転移は怖いですし 急に不安になったりこういうふうにがん、まあ、関係のいろんなあのセミナーだったりとかに出させていただくたびに自分ががんになったっていうことをやっぱり思い知って毎回毎回あのすごいドキッとすることが今でもあるんですけれどもでもこの世界中でこの。まあ はず陽性乳がんだけではなくていろんながんの開発に取り組んでいるお医者さんだったりとかあのいろんな方々が力を合わせて克服しようと頑張っているんだなということをこの病気になってからこの5年間のいろんな経験を通じて知ってきてもう今では本当にあの希望を持ってどんな状況になってもあの前向きに生きられるような気持ちにやようやくこの5年間かけてなってきました。 でこれはそのがんになったことで出会,ったものを出会った人たちをまとめたスライドショーなんですけれども、これは全員がんの仲間の、えー、と人たちなんですけれども、あの東京でそ若年性がん患者のための団体を休職中に作りましてで、今では250人ぐらいですねいる団体になってますねで、全国の35歳以下でがんになった、乳がんだけではなくて、35歳以下でがんになった方々の集まりを、えー、とやっています。 でまあ、当時、若くしてがんになるというだけでもそれだけでももうあの若くない方よりも絶望的なイメージで若くしてがんになった後に普通に生きている人に会えなくてそれがすごく辛かったのでそういうがんになった後に普通に生きている人たちに会えるという団体を作りたくて作りました。で、まあ、そのあのあのああ 団体の代表者としてこの3月にスイスの,あの患者会の代表者のための国際会議というものがありましてそれにあのご招待いただいて参加してきました。で、やっぱりあの日本ではがんになったっていうのはなかなか言えなかったりとかあのがんになったことを絶望的に捉えがちなんですけれども海外では私はこの時びっくりしたのは私が患者なんだというとコングラチュエーションズって。 声をかけるんですねであなたはそのつらい経験を乗り越えて今生きているもうそれだけでおめでたいんだよっていう言葉がかけられましてでそれの時にインスあの影響を受けてあの Q という「Congratulations on your unique experience」というそのみんなでおめでとうっていうのを分かち合おうっていう会をプロジェクトを立ち上げて今そのがん患者さんのためのヨガだったりとかあのプリザーブドフラワーだったりとかがんになった方が、まあ、そのがんになった。 方が先生となって、今治療中の方々に教えてっていうような、えっと、ものをこの夏から始めて。これはモデルの舞子さんという方のウォーキングレッスンなんですけれども、これも毎月。私も仕事が忙しいので月に2回ぐらいなんですけど、で、まだ東京だけなんですけど、やってます。これはお習字ですね。で、こういう、そのすべてのことが、まあ、それまでは本当に私、は仕事だけの。もう本当、仕事、仕事、仕事だったんですけど、がんになったことで、あの、今日。 妙な機会をいたただけたりとか、新しい出会いがあったりとか、まあ、その時までは全くこう弱い人のというか気持ちが分からなかったのが分かるようになったりとか私の人生にとってはもうあのなくてはならない経験だったがん、まあ、になったことが私の人生の一部だということを今はすごく受け入れられるようになってきました。 で、まあ、その乳がんと宣告された時は、なぜ自分一人だけかと思いましたが、まあ、ふと顔を上げて周りを見てみると、乳がんになった人も、ハーツ陽性の同じタイプの人もたくさん仲間がいて、決して一人ではないんですね。この会場にもきっとたくさん仲間の方がいらっしゃると思います。で、若くしてホルモン受容体もハーツーも陽性の乳がんになったこと、その事実自体は私にはもう変えられないことなので。 まあもうなってしまったからには自分の乳がんのことを正しく学んでよく学んで向き合って少しずつ受け入れていくことそしてその中で自分の納得のいく治療を選んでいくことそしてまあ仲間を見つけて励まし合って生きていくことそれがまあ大切だと思っています今でも本当にふと不安になったり眠れなくなったりすることはたまにあるんですけれども治療は日進月歩,日進月歩で進んでいて 世界中で本当に乳がん撲滅のために頑張っている医療従事者の方々や患者さんや世界中に仲間がいるのでそのことを忘れずにあの私も私にできることを精いっぱいこれからもやっていきたいと思っています。以上です。ごご清聴ありがとうございました。